2月3日木曜日の全国の天気をお伝えします。北日本日本海側や北陸は広く雪の降りやすい天気、強まる雪や積雪の増加に注意が必要です。関東など東日本の太平洋側は広く日差しが届きます。西日本の日本海側は雲が広がっていてもだんだんと晴れてきそうです。一方、西日本の太平洋側では雲が広がりやすく、九州南部では雨の可能性があります。那覇も雨が降りやすく、雷を伴った雨の強まりに注意が必要です。強い風によって横殴りの雨となる恐れもあります。詳しいお天気はお天気アプリウェザーニュースでもご確認いただけますので、ぜひご活用ください。